会議候補より皆様にお訴えをさせていただきました。都議会議員選挙、明日でこのような大きなマイクでご挨拶させていただくのもお訴えさせていただくのも最後ですが、一人一票一票を争う今大変熾烈な戦いでございます。どうか皆さんと一緒に、この墨田区の皆さんと一緒に、今日よりも明日、明日よりも明後日、さらによくよく、この地元墨田区を良くしていく、東京都を良くしていく、そのために私たち自民党全力で全力で取り組んでまいりますので、どうかご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。本日は朝日健太郎参議院議員、昨年の第一声、この墨田区から朝日健太郎参議院議員、元オリンピック代表選手でございます。オリンピック代表選手、ここの墨田区から第一声を行っていただきました。その朝日健太郎参議院議員、応援に駆けつけていただきました朝日健太郎参議院議員より応援の言葉をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。錦糸町駅北口をご通行中の皆様、お昼時に大きなマイクで失礼いたします。ご紹介いただきました川松伸一郎さんの大親友、私参議院議員朝日健太郎、今回の東京都議会議員選挙、ここ墨田区からは川松さんにしっかりと選挙戦に勝ってもらいたい、そういう強い思いで今マイクを握らせていただいております。昨年夏の参議院選挙です。私、元バレーボール日本代表として政治家に初めてチャレンジをいたしました。ちょうど1年前なので、この墨田区のスカイツリー下でマイクを握って、これから選挙戦頑張ってきます。手を震わせながら自分の選挙戦がスタートしたのを今でも強く覚えております。そうした時、これから自分の選挙戦どうなっていくのか、投票日には自分が一体どうなるのか、全く先が見えない中戦ってまいりました。そうした中で川松さん、そしてご地元墨田区議会の先生方、本当にご支援いただきました。そしてこうやって今足を止めていただいている皆さん、先ほど川松さんのお話を聞いていただいたと思います。そういうお一人お一人がいてくれて、本当に候補者心強い限りです。改めて川松さんと共に皆さんに感謝を申し上げたいと思います。残り2日なんです。最後の最後まで川松さんに力を貸してください。まずは冒頭そういうお願いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。私、政治家としてはまだ1年生でございます。先日国会も終わりまして、あっという間の150日間でした。政治家としてはまだまだ1回生でございます。そうした中、同世代の川松さんは東京都議会議員として、またテレビ関係アナウンサーという 特殊な職業から政治家となって4年間駆け抜けてきたと思います。そうした中で川松さんは本当にこの墨田区の未来を、皆さんの生活、暮らしの明日を、そして日本全体を考えながら政治家としてやってきておられます。私は1回生議員として本当に尊敬する川松さんでもあります。そうした川松さんにものお話にもありましたけれども、今回の東京都議会議員選挙、我々自由民主党、皆様から大変ご心配をいただき、ご批判も受けております。これは本当に真摯に受け止め、皆様に再度信頼をいただかなければなりません。政治家というのはやはり皆様の信頼をいただいて、議会に送り出していただいて初めて仕事ができる身分なんです。そうした意味において、やはり東京の未来をこうしていく、築地の問題やオリンピックの問題、さまざまございます。もちろん理想を述べるのは誰でもできるんです。ただこれはそれを形にし、実現していくことが政治家の本来あるべき姿だと思います。私は先ほど川松さんの話を聞いていて、やはり政治家は人なんです。もちろん党を超えて議会政治いろいろあります。知事もあります。そうした中でさまざまな議論を交わしていくんですけれども、まず最初一番大切にしなければいけないのは、その人の情熱、人間性なんです。今回自民党やいろいろ他党ライバル政党ございますけれども、そうした中で皆さんイメージが先行されていると思います。どうか今川松さんのこの情熱を分かってほしい、私は思います。我々新人世代はしっかりと今この東京都議会を変えよう、そういう思いで日々努力をしております。自民党の批判に古い体質だ、新しい東京都議会にしなければならない、そういった意見があるのはもちろん私自民党の一人として理解ができます。ただ我々自由民主党は5期6期当選をされた諸先輩方もいらっしゃいます。一方で我々
我々のような新人川松さんのような育成もいるんです。こうやって良き古き良き伝統は守り、そして我々のような新しい世代がしっかりとそこを変えていく、この循環こそが自由民主党の強さである、私はそう理解をしております。これまでさまざま東京都議会においても新しい政党がたくさん出てきました。一過性の政党であった、これはもう歴史が物語っております。もちろん皆さん新しい力に期待をされる、これは当然でございます。もちろんそういった方々をご支援いただくのも理解ができます。ただ明日明後日よりも5年先10年先を見据え政治を進めていくのはどの政党なのか、これをぜひ考えていただきたいと思います。我々自由民主党、反省すべきことは反省します。ただ川松さんと私が自信を持って言えることは、私自身スポーツ界で25年間育てていただきました。もちろん政治家というものは政治に関わる前は政治家というイメージが決していいものではございません。ただ自分が政治家として1年間過ごしてきて、これだけは守らなければならない、スポーツマンシップ、フェアプレーです。皆様からクリーンな政治を託された、私はそう思っております。そうした意味において我々世代が皆様から政治に対する姿を信頼をいただかなければならない。そのためにはこのフェアプレー精神だけは絶対にぶらすことがない、これは川松さんともども私は自信を持って皆さんにお伝えをしたいと思います。川松さん36歳、私41歳、子育てをしながら仕事をしている世代です。また両親もまだ元気に健在をしております。これから高齢化を迎える日本です。こういった日本の未来を見据えたときに、子供の教育環境、また高齢化を迎える高齢化の皆様の暮らしや生活、こういったものをしっかりと考えていく、まさに我々責任世代として仕事をしなければなりません。我々政治家はもちろんご様子の問題、皆様のお金の問題や暮らしの問題、身近な問題ももちろんやります。ただ一方でこの東京の未来を大局的に見据え、大きなビジョンを持って皆様のうねりを作り前に進めていく、これが政治なんです。どうか皆さん、川松伸一郎さんのこの情熱とこの行動力をぜひ知ってほしいと思います。私自由民主党の仲間の一人として、川松さん最年少ではありますけれども、この自民党都議会の中において一番大きなエンジンです。もちろん諸先輩方大勢いらっしゃいます。こういう難しい問題をご指導いただく先輩方います。これが我々自由民主党の強さであります。ただこれを大きなエンジンで前に進めていく、これは我々若い世代の役割だと私は感じております。2020年東京オリンピック・パラリンピック、私は2度日本代表としてビーチバレー競技に出場いたしました。もちろん2020年東京オリンピック・パラリンピックを皆様にとって安心安全で、そしてアスリートの素晴らしい活躍をみんなで共有したい、もちろん私も個人的にはそう望んでおります。ただ我々政治家はオリンピックだけに集中していてはダメなんです。オリンピックも踏まえて皆様お一人お一人の暮らしや生活、これをどうやって作っていくのか、皆様の1年後、3年後、5年後が安心して暮らせる生活をどのように作っていくのか、これが全てなんです。そのためにこいつに託そう、この東京都議会議員選挙において皆様ご地元墨田区において、この男にかけよう、こういう思いをぜひ川松伸一郎さんに託していただきたい、そのように思います。人なんです。やはり最後に政治家とは私は人だと思います。ぶれることのないまっすぐな情熱を持ってこの東京都議会を前に進めていく、この仕事ができるのは私はここ墨田区では川松伸一郎さんしかいない、そのように思います。どうか我々若い世代です、政治家としてここ墨田区で川松さんを育ててほしいと思います。まだまだ36歳、向こう30年40年仕事をしていく世代です。そのためには皆様からお力を借りて川松さんと一緒にこの町を育てていかなければならない、そのように思っております。今回の東京都議会議員選挙、川松さん本当に必死に皆様にお訴えをさせていただいております。ぜひその話をまた聞いてほしいと思います。何の曇りもない川松さんの言葉をぜひ皆さん聞いてほしいと思います。政治とは皆様のそういった期待と信頼をいただいて初めてできる仕事なんです。
ぜひ今回の東京都議会議員選挙、川松さんの情熱とこの未来のビジョンをに皆様の期待を託してください。投票用紙に川松真一を書いていただかないと川松さん仕事ができないんです。政治とは、選挙とは本当に厳しい戦いです。川松さん、この本日まで8日間必死に朝から晩まで皆さんに、墨田区民の皆さんにお訴えをしてきました。それでもこの勝負どうなるかわからない。負けたら終わりです。あと1日半です。投票箱が閉まるまで本人は本当に全力で駆け抜けます。どうかその姿を見てやってください。川松真一郎に力を貸してください。そうして7月2日の午後8時、川松さんがまた仕事ができるように、そしてこの墨田区の、そしてこの東京の、そしてこの日本の未来を、この大きな大きな川松というエンジンで前に進めていただきますよう、お願いを申し上げ、参議院議員朝日健太郎のお訴えとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。元オリンピック日本代表の朝日健太郎参議院議員より皆様にお訴えを